皆さん、こんにちは。ただいまに日照簿記2級ガイダンス講義を開始いたします。えー、本日担当いたします、私、レックで簿記講座を担当しております、富田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、あのー、今日はですね、えー、企業が求める資格、ね、 簿記2級というタイトルでね。まあ、その効果的な学習方法ということで、えー、お時間まあ、1時間というこですかね。頂戴いたしまして、えー、私の方からですね。まあ、今、いろいろいい意味でも悪い意味でも注目を集めております。まあ、この日、商簿記2級についてね、えー、お話というのをさせていただこうというところでございます。まあ、今日はね。あのー、勉強の話ではありませんので、まあ、日商簿記検定の2級。 ねまあ、これをメインに据えながら簿記二級ってのはどんなことを勉強して、まあ、それがどのように社会的に評価されて有用性があるのかななんていうお話なんかをね、えー、まあある意味ざっくばらにねお話をさせていただければというところでございますんでまああのー、今ですね簿記検定名の付くものは世の中いろいろあります。 やはりまあ知名度として一番高いのは間違いなく日照の簿記検定日本商工会議所主催の簿記検定でございます。まあ長い歴史もございましてね、えー、概ね簿記検定イコール日照簿記みたいなイメージをお持ちの方が世間一般では圧倒的に多いというところになるんですね。でまあこれ以外にも日照とほぼ同等の知識を有するものとして評価されるのが全経、まあ、全国芸理学校協会が主催する 前傾募金っていうのもあります、まあ、これなんかはあ会計従事者から見ればですね、えー、十分その専門性評価内容についてはあ十分評価していただける、ね、資格としての有用性が認められるものにはなるんですけどもただまあいかんせんですね前傾さんに関してはやはり知名度という部分に関して言うとこれはねもう事実としてやっぱり経理従事者は知ってます。ね 経理精神は知ってますけどそれ以外の方々はちょっとあんまり知らないよという方もいらっしゃったりするんでだからまあ世間一般でいうとやっぱりね墓地検定という日商の墓地検定日本商工会社の墓地検定というのが主眼になるのかなああいうところになります。でなおかつ今日の題材でございます2級っていうのはねえどういうものなのというところを少しお話しさせていただこうと思うんですけどもまあ近年ですね日本商工会議所はこの墓地検定のシステム自体をね かなりり大ききく変えてきているところがありま,すまあ例えば従来であれば簿記検定はね3級2級1級っていう形で、まあ、数字が少なくなるほど難易度が上がると、まあ、いう構成になっておったわけですけども、まあ、これ以外に最近初級っていうのもできましたしね3級の下ですね初級っていうのもできたし更、まあ、に言うとね従来簿記検定の3級っていうのは まあ本当に簿記のいろはの意を勉強していただきましょうというところがあってですね株式会社などの会社組織になっていない個人商店を前提にねまあ個人事業主という表現でもいいですけども個人事業主を前提に行うべき会計に関する知識を認定しましょうというのが昔の3級だったんですねでそこで簿記に関する基本的な知識の習得ができたら2級入行で2級になるとこれが今のいわゆる非常上中小企業 ねまあ、ちょっとここから始めて会社になるんですねちょっと規模はでっかくなってでさらに上に行くと一級最上一級になりますが一級に関しては、まあ、上場企業さん誰でも知ってるような日立さんであったりとかトヨタさんとかもう世界に冠たる超有名企業ああいったところで行うような簿記会計の知識を認定しましょうっていうのが従来の日商の検定試験だったんですがまあいかんせんね、えー、やはり物件検定をお取りになられた方々の多くは企業さんにお勤めになって。 ね、会社組織の中で簿記の知識を活用される方々が多いという実情もあるんでねまあ個人事業主の簿記っていうのもあんまり意味ないんじゃないかっていうところがあるみたいで、えー、近年はもう3級から株式会社を前提のに変わりました、ね、ただいきなりね従来の2級と同じものを3級でやるわけにはいかないんで、まあ、あくまでもお会計を学習する初学者という位置づけは変わりませんからあ3級はね 株式会社を前提としながらもまあベーシックな部分だけを勉強してもっと実践的になってくると多くの非常時を中小企業でやるようなレベルを想定した2級と。でそこまでの話を得ていただくことができればまあある意味ねこっからはもう会計で食べていく人たちが対象になるかなと思うんですけども1級と。ね。 一級は今まあ僕会計で食べていく人たちっていう話をしましたけどね別に会計でで食ってかなくたってていいかくたんですよそれをお仕事としなくてもいいんですけどもただイメージで言うと基本的にやっぱり一級っていうのはあ会計従事者として、えー、会計業務というものをプロフェッショナルにこなしていく、まあ、そういった方々の基礎的素養を認定するというのが一級の位置づけになってくるから、まあ、よく言われる話だけどね、あのー、会計分野を取り扱う資格っていうのは他にもいろいろあります。 まあ例えばあ比較的社会人さんに人気になる中小企業診断士さんなんていうのがありますね。で中期資産なんかはおおむねですね2級ぐらいの簿記検定は合わせて取られる方多いですけども中期資産で1級取る方ってあんまり多くないですね実際問題。それはもう経理屋さんの話になっちゃうんで中小企業診断士さんとはまたちょっと方向が変わってきてしまう、まあ、あまりにも専門性が高すぎるんで1級はそこまでやらないと。 いう方が非常に多かったりすするのは実用です中には当然1級までやられる方もいらっしゃいますけども、まあ、圧倒的少数と言ってもいいんじゃないですかね。でいうようなところもあったりするんで、まあ、本当にもう1級になってしまうと、まあ、会計のプロを目指すというようなところが前提になってしまうのかなと思うんですが、まあ、逆に言うとね今現在の試験制度においても2級までっていうのはこれは別にですね会計で、えー、食べていくんだすなわち自分は会計従事者としてのプロになるんだと。 まあ、そういったことを必ずしも意識しなくてもですね、えー、例えばお仕事として、えー、営業職であったりとか総務職であったりとかあ技術職であったりとか、まあ、どういう分野でも構わないと思うんですがあいかなる職種に従事されてる方々であっても企業というところにお勤めになって、ね、すなわち属してですね企業の中で、えー、仕事をし生活の方を得ると。 いう立場の方々であればこれはですね2級ぐらいの知識というのはやはり身につけておいた方のが絶対的に有用性が高いいのは間違いないなぜならば、まあ、3級というのは先ほど言った通り今株式会社の簿記を前提には変わりましたけどもやっぱりね簿記のいろはの意を勉強するっていうのは3級に。 ね、属する内容だし、まあ、それよりもうちょっと簡単になると初級になっちゃうんでただ正直言って社会人さんで初級ってのは僕はあんまり意味ないと思うからやっぱり3級ぐらいから勉強始められると思うんですけどもちょっといかんせん3級だとねうんそうだな会計の基本的な知識を身につけることはできますけどもじゃあそれを実際現場で当てはめてどうこうっていうのは正直なかなか難しいと思うんですよ。それはもううやっぱり学習範囲がんんと狭いんでね なのでちょっと3級では物足りないのかなっていうところもあるんでやっぱり2級ぐらいまで勉強しておいていただくとね、えー、皆さん方がお勤めになるまたは今現在属しておられる、ねえー、会社という組織が 日々どういうふうに活動しどういうふうに経理という業務が回ってるのかっていうのは見えてくるようになると思うので、まあ、そういう意味でもやはり簿記2級ぐらいまでっていうのはね特に営利企業に属する方々におかれましてはやはりね基礎的素養の一つと僕は今でも言えるんだと思うんです。まあ、当然のこことななががらこんなの僕が言う まででももないですけどもねー世の中ほとんどの方々はあ会社組織に属してですねお仕事されるという方が多いと思います、まあ、正規であろうが非正規であろうがそれは変わらないと思うんですね。 で圧倒的多数の方々はやっぱりそううなると思うんですよで中にはお役所なんかをお務めの方々がいらっしゃったりもするかもしれないけどねうんやっぱり全体の数としては労働者の全体的な数としてはそういった営利を目的とする組織すなわち株式会社をはじめとする営利組織に属しておられるわけですから営利組織というのは読んで字のごとしでねに利益を生み出すことを存在意義に置いてるわけですから当然のことながらそもそもその利益というものがどのように計算されるのか。 企業の究極的な存続目的である営利を目的にする組織だということを前提にした場合ですねその利益というのがどのように計算されるものででその利益を生み出すためにどのように企業が努力をしているのかやっぱりこれは理解しておかないと自分の組織が何やってんかよく分かんないところになっちゃうだろうしまたさっきの話じゃないですけどね営業職だろうが総務職だろうが研究職だろうがですね やっぱある程度勤務経験を重ねてくるとだん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 チームのリーダー的な役割っていうのは求められてくるようになると思うんですよ、ねまあ、今いろいろ組織も変わってきてますから確一的に全てがそうということではないかもしれないけども多くの場合はやはりね、金属経験に比例して、ね、金属年数に比例してやはり 入ったとと同じよよううに仕事をしてくださいというよりはやっぱり経験を生かしてね部下や後輩を指示指導してあげてくれとかチームをまとめてくれとか、まあ、そういったところが求められるようになってくると思うんだけども、まあ、当然のことながら自分で部下を持ちチームを持ち、ね、管理監督をしなきゃいけないという立場になってくればこれはもう間違いなくコスト当然人間の人心というのかな気持ちをね まとめていくっていうのもチームリーダーには大事なことなのかもしれないけども繰り返して申し上げるとそれは営利組織の中のチームの話なんで当然のことながらリーダー格になればですねやっぱりコスト管理という感覚はは絶対的に求められるはずなんです当然のことながら企業というのは1年間商売することによってね収益と呼ばれるデータから費用と呼ばれるデータを差し引くことによって利益を満たす。 でこの利益の最大化を目的に存在するのが株式会社をはじめとすする営利組織で,す、ね、でその前提からすれば利益を大きく伸ばすためにはもう道は2つしかないんですよ。収益をを広げていくか費用を減らすかで最も望ましいのは収益を伸ばしつつ無駄な費用を削減し利益の最大化を図るこれが一番理想的であることは間違いない。でそうなってくるとまず食金 ね、数名の部下を持ってチームリーダーになった方々求められるまず一つの課題としては当然のことながら収益のの増大への貢献ももありまますすけども、ま、ずはコスト管理ですよねでしょ仮に200万円の契約を1件取ることができたってですねそこにかかるコストをもろもろ把握してった結果210万円になっちゃってれば結局そんなのやんない方がいいわけですよ。ね。 その仕事一つだけで言えばよ長い目で見ればほかから利益をもらえるとかそういうこともありますけども、まあ、その単独の仕事だという前提でした場合には当然のことながらかかる利益に対してあごめんなさい得られる利益に対して収益に対してねかかるコストがほぼ同等とかそれを上回っちゃったらやんない方の方がいいわけですね。そうでしょいや部下を遊ばせるわけにはいかないからそれでもやるんだっていう話もあるかもしれないけどそれは本来的な組織のありようではない。 どうでしょうお仕事すらするほど赤字になっちゃうなんていうのは基本的にはやらないいい方のがいいに決まってる、ねえー、そういう話ですから当然のことながらコストの管理ってのは絶対的に求められてくるわけですからそのコストと呼ばれるものすなわち利益計算の過程で用いる費用というものの概念というのはやはりですねある程度チームリーダーになって予算管理などが求められるようになってくれば感覚としてやっぱり知っとかないといけないんですね。でこれはやはやりり個人の収入と指数入とと出 とはまた違う感覚なんですね会計というのは独特の考え方を取ったりするからやはりそれはそれで自分の中でねししっっかかかかり会計制度ととといいいうものを勉強しておかないとなかなかとっつきにくい話だったりするだからこそ会計というのは専門性があったりするわけですけどもまあそういうことを考えるとね営利組織である株式会社などに属される以上はやはりね簿記2級ぐらいの知識というのは身につけておいた方がいいに決まってるとまあこういうところになるわけですね。 ですからまあ何年も前からの話ではありますけどもね、えー、とある工学機器メーカーさんなんかは役職一定役職課長さん以上でしたけどね、えー、お付きになられるにあたっては簿記2級っていうのが資格要件に上がってた時代もありますよ最近はちょっと2級が難しくなりすぎちゃったんでそこは外されたらしいですけどただ現実にそういう条件がうちの会社にはあるんだよっていうことで私そういう方に授業をさせていただいた機会があります。大変ですね ね、えー、でもしょうがないよね、まあ、そういう組織だからねでその方は研究職の方でしたけどね研究職ですから非常に頭がいいというかね僕なんかの全くの土文系ですからあー理系の話はねよくわかんないんだけどねやっぱ頭のいい人っていうのはね上手に話をしてくれて上手に分かりやすく教えてくれるでしょ。すすっっごい面白かったですよ <laughs> どうでもいい話ですけど「へえ」って言ってねまあね僕ああいう技術屋さんの話って面白いんだよねうんすごくいろんなことを教えてもらいましたけどその過程でそんな話してましたよ「いやすごいですね」って僕なんかもう到底そんな話わかんないですよっつったらねあちらさんはあちらさんで「いやこんなものの方のがよっぽどわかんない」って簿記の方がよっぽどわかんないっつっ,っ,っておっしゃってましたけどねまあまあそこはね謙遜だとは思いますけど。 ね、でもやっぱりそうやってね全く畑違いに見えるところでもやっぱり管理者となる以上はコスト感覚をしっかり身につけてねということで要件を打たれてたりもしました。ね、で実際に大手さんなんかではそういうふうにね要件を設定されてるようなところもまあまあありますし今でもそれが続いてるところはあるみたいです。でねこれ企業の側からしてみるとやっぱりですねこれはもう,もう当然部下持ちの管理者がそういう感覚を持つというのは当たり前なんだろうけども。 まあこれは別に部下持ちじゃなくても全ての従業についてやっぱり持っててもらいたい感覚であることはこれは間違いないと思いますよ。でこういうのはね大手さんに限らず世の中大多数存在する非常上中小企業においても全くありません。全然変わらない。やっぱりコスト感覚とか利益の概念とかもっと言えばそこから先に行ってねキャッシュフローの概念とかね。 まあこういったものをやっぱりしっかり理解してる方々が会社の中にいてくれた方のがですね会社の経営陣にとってはこ,こは望ましいに決まってる。ねえー、まあ世の中全て学問だけでどうにかなるわけではないけどもただやはり会計というのは実学なんでねえー、やはり実際にね現場で動いてる、ね、その会計の思考に基づいて世の中回ってるところってまあまああるわけです。だって 企業というものが存在する限り経理業務すなわち会計業務をやらずに商売することはこれは法的にも認められておりません、えー、商売人である以上そして営利組織である以上会計業務というのは実施の義務がありますこれはもう各種法令で定められてる、ね、会計行為ができない組織というのは存在しちゃいけないんですそれはそうですよ当たり前だけども企業というものはさまざまな社会インフラを活用しさまざまに社会的な影響を及ぼしながら 取引先とか従業員さんとかね地域の方々とかまあ、そういった方々への多大な影響を及ぼすような経済活動を行ってるわけですから 自分の会社が1年間なら1年間事業を行った結果としてこういう業績を残すことができましたそして今現在こういう財政規模になっていてこういうキャッシュフローの状況でございますと、まあ、そういう状況を、ね、お金に関する権利関係を持つ方々すなわち利害関係者ステークホルダーと呼ばれる方々にお知らせするというのはこれ社会的な責任だし法的にもも義務としてて課されているものなんですだから企業と呼ばれるものは仮に一人社長の会社であったとしても ね、これはもう会計というものは絶対的に実証しなきゃいけないものだしでさらに言えばあ中小企業等においても大企業においても経営陣からしてみればやはり会計の知識を持った人間が会社の中にいてくれた方のが会社がどのように動きどのように利益獲得に向けて作業をするべきなのかそれが分かってる方々だってことですから当然の望ましいに決まってる。だからこそ今でもね 日商募金の2級等を前提に企業研修を組まれるようなところってのいっぱいあるわけです。ねでね、まあ、この企業が求める資格っていうことでまあ一つお話をしてくれって僕言われたんでお話するんですけどまあ僕個人はね基本的にまあメイン業務としてはこの資格予備校の講師をやってますただまあ,あ少しね税理法人参加のコンサル会社で役員もやってますしでうちの妻なんかも税理士だったりするんで事務所やってたりしますんでね、えー、そっちの関係で。 まあ多少ななりとととももね大手ささんははいいですけどののの中小企業の、ね、経営者の方々とはお話をさせていただくこともまあまありますけどねやっぱり今世の中こう大きく変わってる時代であることは間違いないでしょ2018年前後からですかね働き方改革うんちゃらかんちゃらってのも出てきてねで何よりもやっぱりそれを急激に後押ししてるなと僕感じるのがやっぱり去年から始まったコロナですよ。 ね、まあ皆さん方の中にも多大な影響を受けになられた方々もおいでになると思うんですがこれはまあかなりね良、えー、くも悪くもですけど世のの中を変える大きなな一つの端緒ににりまましたよねい、えー、いう,ふうに思いますだって、まあ、ちょうどん去年だよな去年去年まあこれ今僕撮ってるのが2021年の3月なんですけど去年の1月ぐらいだもんね。 なんか変な病気入ってきたよね」なんつって、ね「中国大変らしいよ」っつって「なんか日本もちょっと入ってきたらしいよ」みたいなねえへえぐらいに思ってたものがあるよある,あるよという間に大騒ぎになっちゃってねで、ね、去年2020年なんか簿募金検定が6月に中止になったりとか緊急事態宣言とかの兼ね合いでねんびっくりしちゃいましたよね。で、ね、皆さんだって在宅勤務とかね急に動き始めたりっていうのもあったりしたんじゃないですか。まあ世の中ドラスティックにね 去年は変わるケーキになった、ね、今まで当たり前のように会社に行って当たり前のように仕事して当たり前のように残業して当たり前のように飲んで帰る日々だったのに、ね、もう会社来なくていいと、ねえー。家で仕事しろと、まあ、いう話になってきたりもしてるでしょ。で世の中はそれが大きく変わりましたよね。であれってねやっぱりその前から動いていた働き方改革を大きく背中を押す一つの要素になったと思ってるんですよ。で、ね、僕はですよでねね僕はすよ まず今僕がまあ日々携わる機会の多い非常上中小企業の状況からまあ僕が知る限りですけどお話をするとですねまず今企業さん非常に困ってますまあそれはあのコロナによって売り上げが減ってっていうのも当然ありますよでありますけどそれ以前にねあのいわゆる人手不足っていうのが叫ばれて久しいと思うんだけども。 その人手不足っていう感覚がまずありでなおかついわゆるその働,きかいか働き方改革に伴うねい、えー、残業規制であったりとか有給消化の問題とか、まあ、こういったところがありますんで、まあ、今非常上の中小企業さん非常に困ってらっしゃるというかなある意味ジレンマ抱えてますでその時にやっぱ多くのね全てとは言わないけど多くの経営者の方々とお話した時に共通しているのはやっぱり人が欲しいと。で人が欲しいんだ いうふうに言うんですけどただね今企業の経営者の方々中小企業の経営者の方々って非常に味方シビアになってますよまあもともと非常不を中小企業の経営者の方って割がシビアに物事を見ますそりゃそうですよ自分でねえー、自分一代で会社を作り上げてそこそこの気分にした方々多いですからうちのお客さん特にそういう方多いんであやっぱり物事非常にシビアに見ますで非常にシビアに見るんでちょっとねその雇用という部分に関して言うと今よりシビアになってるかな でそれがやっぱり二千十二年ぐらいから結構動いてるねでさっきの話じゃないけどあのいわゆる慢性的なっていうのかな人手不足っていうふうに言われてるいうのがまずあるでしょねまあ最近はコロナの影響で大量失業者が出てっていう話もされてますけどもそれでも現実的にね非常上中小企業の経営者の方々多くの方々は人手がないっていうふうに感じてますで人手がないっていうふうに感じてるんだけど昔だったらね、まあ、とりあえず何人か取っとこうと いう感覚の部分が割りかし強かったような気がするんだけど、今の人ってそんなことしないです。今の経営者の人ってそんなことしないです。見てます。で正確に言うとね。人手不足って僕2種類あると思ってて、1種類はまあ、これはどんな時代でもあるやつでさ、さまあ、要はみんながやりたくない。危険で汚くてで給料も安い。こういう仕事、こういう分野はもう常に人手不足ですよね。 まあ、いわゆる世間でいうとこのブラックに近いような勤務体系だったりもするんで,、ね、でそういうところはもう年から年中人手不足ですからこれも景気がいいも悪いもないんです、ね、でそういうところはもういつも不景気あの人手不足ただそういうところがまずあった上でもう一個の人手不足っていうのは優秀な人が欲しい優秀な従業員がいないですか優秀な人材が見つからない そういうういい意味ででのの人手不足っっててが僕あるると思ってるんですだすなわちあのー、誰でもよければ誰でもいいんです何を言ってるかわからないですけど誰でもいいよっていうスタンスで、ね、それでもうち人が来ないんですという会社さんはどっちかっていうと人不足の中で全社に近いです、ねで。そういう会社がないとは言いません。ないとは言いませんけどもまあうちのお客さん見てる分には後者だね。だからオーバー来るんですよ。 で募集もかけてますからオーバー来るんですけど取らないんですでそれは要は経営者の方々が欲しいと思っているような人じゃないから,だからそういう意味で欲しい人材が集まらないんで、えー、そういう意味での人手不足だオーバー来るんですよオーバー来るけどもちょっと取るっていう判断ができない方々が多いので、えー、結局人が集まらなくて人手不足と いう状況どっちかって言ったら公社の方の方が最近多いんじゃないかなっていう気が僕は個人的にしてるんですよね。まあ、これはもう全ての会社ないですよ少なくとも僕の周りりでは割かしが多いでそれっていうのはやっぱり企業の経営者からしてみるとその一連の働き方改革等もそうなんだけどねあのー、今ものすごい人を雇うことってある意味企業にとってはリスクが高まっててねまあ,あこれは当然従業員さんに認められた権利なんですから。 あ当然のことで行使をすればいいんですけども例えば有給消化がねえ、えー、より強制的になされるようになったりとかで残業規制入ったでしょでさらに言うと社会保険料の企業負担って上がってるんですね。でしょで、まあ、しょでしょでしょ雇われている方々もお勤めのし々も負担はしてますからそこの部分は上がってますけども、あの企業のでの負担しってものでごいでいんですよ。で えー、現実的に例えばですけど毎月毎月月給20万お支払いしてるでそうするともらう側は当然20万の給料しかもらってないと思いますけど払う側からしては278万払ってる感じですからね。でそこのギャップってもともとあるんですけどこのギャップがやっぱだん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 広がってるんですよ。でそうするとそこまでお給料を払いで有給も消化させなきゃいけないで仕事ができないと残業させたいけど残業もさせられない話になっちゃうとですね やっっぱりちょっと生産性がそれほど高くない方をとっても結局コスト負担ばっかり高くってそれに見合うだけの生産性を付与してくれない企業の側にねフィードバックしてくれないんじゃないかってやっぱり思っちゃうんでえ正直言って採用に二の足踏んでる人って結構多いですよだからまあとりあえず単発で人が足んないとかっていうことであればある程度専門性の高い派遣会社にお願いしたそういう人材をお願いね回してもらうとか。 ああいうようよなな状況になってて、まあ、本当に優秀な方がいらっしゃれば、まあ、当然のことながらね、えー、そういう形態ではなくて永続的に自分の会社で雇いたいけどもそういう方がなかなかいないんだよという話はよく聞きます。 でじゃあ企業が求めるのってどういう人なのって言ったらもう職種によっても全然違うから確率的には言えないけどまあこのね簿記2級という分野に関して言えばすなわち簿記会計という分野に関して言えばですねやはり永続的に学習を続けられるようなあ資質のある方々っていうのかなそれなりの専門性を持っていてなおかつ永続的に え別に資格がどうこうっていうことではなくてやっぱり高学心を持って、えー、常に最新のものを取り入れるような勉強してくれる方々こういう人だったら経理職として雇いたいねっていうことはみんなおっしゃいます。というのも、まあ、これは皆さんもご承知の通り簿記、まあ、会計経理という業務を中小企業で考えた場合ですね当然のことながら PL や BS を作りますって話もありますが当然のことながら大きな要素としては税務申告なんかもあるわけです。 でそういった納税の話であったりとか銀行融資を得るための資金繰りの話であったりとか事業計画を遂行するためのキャッシュフローの管理であったりとか、まあ、そういったところまで、えー、中小企業等であればあ経理マンというのはやらなきゃいけないしやってほしいんですね。ただあ実際問題としてはそこまでできないんで「私伝票だけです」みたいな人も結構いるんで「えー、入力やったら私終わりです」みたいな人も結構いるんで,でそういう人をまた何人を増やしたって結局やってることはそれで終わっちゃってるんでね。 うんそれを正規の職員として雇うぐらいだったら専門性の高い専門会社にお願いした方,の方がいいわけですよ。だからそういうふうになっちゃうんでだったらえわざわざ正規の職員,職員を雇う必要はないでしょだから今回お断りしたんですという話になったりっていうのは実際ある。ね。 でやっぱりねそれなりの評価を得られるっていうのはやっぱり入り口の3級だけではちょっと弱いところってあるからまず土台としてね、えー、3級をしっかり獲得した後に少し応用的なあ高みのレベルの勉強ともいえる2級ぐらいまでをまず取って、ね、でその上で、まあ、さらにね、えー、日々制度変更に対する勉強を積極的にやっていきたいとか。 まあそういうい、ね、ポジティブな思考を持った方っていうのをやっぱり企業さんって求めてるのかなっていうふうに僕はね日々思うんです。で今回の,そのコロナの話なんかもあったんで、まあ、話さないわけにはいかないから話そうかなとも思うんだけど今回ほらコロナの影響でね、まあ、これからどういうふうに世の中になっていくのかわからないし、ね、ポジティブに捉えれば、ね、政府もあんだけ悲しかったしね、えー、どん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 これで景気が上向いてくれて。 なんか今の現在の状況だとオリンピックやるみたいですから外人は来ないみたいですけどあ、まあ、そういうのが一つね、えー、景気の木の部分を刺激してくれてね、えー、どん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 日本は上向きになってくれれば、まあ、それに越したことはないし僕もそうなってほしいなと思うけどもただちょっと正直言っていろいろな状況を考えるとあんまり上向きそうな木は僕は個人的にはしてなくてね。 怖いのはやっぱりドーンと落ちた時がどうなのかなっていう気はするんだよね。で GDP の下落幅なんかを見たってね皆さんご懸命な方々多いからやっぱり興味を持って見られる方も多いと思うんだけど、まあ、そもそも日本はコロナが始まる前に消費増税があったでしょ10に上がったじゃないですか更に,、ね、にそれでコロナでバンバンと落ちてますからあの他の国にはないんですよねその要素って。でしょ 増税による GDP の大幅下落っていうのはアメリカもなければ EU もないんです当然中国もないでないんですよで純粋に彼らっていうのはあそれによる GDP の下落はあるけど日本はその前にもう元ともと落ちてんです、ね、10月から12月期にコロナが始まる前にで1月ぐらいからコロナが出始めて、ね、で6月の段階での GDP はまたダーンと下がったじゃないですかでしょ だからもうその前後下がっていう過程を追うとちょっと正直言ってこっから急にグーッと上がるとは僕は思えなくてねまあこれはあのー、僕ぐらいの年代の方々はよくお分かりだと思うんですけど前にね平成バブルというのがありましたが平成バブルっていうのはあちょっと何年か忘れちゃったから90年ぐらいかなあ1月の段階で株価の暴落が生じたんですよね。であれがバブルの崩壊って言われてるんですけどおそっからちょうど2年後です。 2年後に大手の金融機関なんかが潰れ始めて、えー、景気の悪化というのが顕在化したので大体2年クール大体2年するとね大きな何なかの取っかかりがあってね何かの端緒があってそっから2年ぐらいのクールでまあ金融支援なんかもだんだん切れてくるとどんどんどんと大手の倒産とか続くんですでそっからもう不況の低迷に入っていったっていうのが平成バブルでしょ。 で残念ながら僕は、まあ、経済専門家でも何でもないですけどちょっと感覚が似てるんですよね。んあん時とおイケイケドンドンみたいなちょっとね安倍さんの時にグーッと景気よくなってきたとは言われてる、まあ、僕ら実感なかったですけどおその後にでっかいのが来たから多分、まあ、雇用調整助成金だどなんだろうもう支援期間ぼちぼち切れますんでねそっからまあなんじゃあかんじゃいって。 うん無利子無担保保証なんかもあるけども返済もぼちぼち始まるしもしかしたらそれをちょっと平成バブルの時より早いかもしんないけど1年ぐらい空いてドーンと来るんじゃないかなと僕思ってるんですよ。でそういう風になってくるとまず企業っていうのは当然短期的に固定位減らさないといけないんでね固定位減らすという話になればやっぱり人ってのはなかなか取れなくなります。でそうなってくると結局椅子取りゲームが動くんですよ。でイストリゲームが動く時にやはりね えー、例えば経理職の方々であれば「いや私は3年間実務でこういうことやってきました」それは当然大きな武器になるけどもやっぱりね、えー、プラスアルファで単純に仕事の仕方を覚えただけではなくて、えー、一つの自分の素養を確認するという意味で簿記検定取ってきましたよっていうのはこれ有効な武器になると思いますよ。でやっぱりほらトルガーからしてみると変な言い方ですけどね変な言い方ですけどトルガーからしてみると職務経歴書なんか半分ぐらい。 ね、話半分でしか聞いてないですよだってあんなもん当然ですけど自分で書いてくるんだから嘘は書いてないかもしんないけど悪い印象を与えないように書くに決まってんでしょなら多少誇張もあるわけじゃないあんな誰が書いたってそうですよねで誰が書いたってそうですからやっぱりあのー、職務経歴書でこんなことやっててとか面接でそういうアピールされても話半分ぐらいしか聞かないですよ普通にあもう当然でさ言う方だって持ってんだから聞く方だってそれ前提で聞かないとだから それだけでじゃあ採用ってのはなかなか正直ないと思うんですよ。じゃあそれを裏付けるだけの客観的な何かがやっぱり欲しいよねっていうなった時に一つ分かりやすいのは資格だと僕は思うんだよね。で僕今後ね本当にもう経理職まあ経理職はある意味一番ね先端かと思うんだけど椅子取りゲームがずっと動くと思うの。でそれはああさっきからお話しするその働き方外革の問題もそうだしねで社会保険料の上昇もそうだし。 で最近ね導入が動き始めたあのホワイトカラーエグゼンプションなんかあるでしょう。で今なんかホワイトカラーエグゼンプションって僕には関係ねえやっていう人は多いかもしれないけどあれ今1,075万だっけの、えー、年収を超えてる方々で一定職種の方々だけが対象ですけどあれもともと制度動く時日経連は何つったか知ってますあれ事務職400万以上っつったんでしょ。年収400万以上の事務職は全部対象にすべきだって言ってるんですよ。 ね、であ彼らが計算ね,ね、えー、それで歌ってるんだけど、まあ、最初はある程度ふっかけてるってあるかもしれないけど間違いなくこれ下がりますよ極めて短期間にでこれで不景気がもし動き始めれば間違いなくその速度は速まりますどんどん下がりますどんどん下がるでどんどん下がってくんでそうなってくるとね企業の側からしてみれば当然自分の存続を考えなきゃいけないんですから固定的に払う給料人件費っていうのはやっぱでかいですからね。 これは間違いなく経理職ってのは事務職全般って言ったのよかな。イストリゲームになりますよ。だから、あーなんていう表現がいいのかな。難しいかもしれないけど、ホワイトからエクゼンプションねえ、えー。まあ言葉は横文字で言うとかっこいいけど、結局のところホワイトからまあ事務方ですよね。で事務職前提でエクゼンプションで除外ですから、まあ残業規制の除外じゃないですか。でね。 もともと残業代は払いません。で、それが四百万とかでしょね、彼らの経営者団体の主張で言えばよ。四百万円以上は。それの適用対象すべきだっつってるんです。で、四百万円以上になってくると、おお、それも適用対象ですと。まあ、これがいきなり四百まで下がることはないかもしれないけども。まあ、かりん五百だったら五百で、もう、それ、うちの目ですよ。ね、ね、もう残業はつかないんです。 じゃあその適用対象にならなきゃいいじゃんつったって今残業規制がありますからそうでしょってことは残業規制があるんだから一定時間以上は残業させられないで残業しなくったって高い生産性が発揮できる人であればお給料は上がっていくる上がっていくってことは必要的にホワイト・カラエルセンプションになるんですそういうことでしょでそうするとね今後多分会社の中のいわゆる正社員かどうかっていうのはまああんまり問題にならなくなるような気もするけどもおこれ多分二極化しますよ これ大手さんなんかでも多分正直言ってあまり高くない給料の層がまず塊であってでその上の層の方々ホワイトカラーエクゼンプションの適用対象になる方々とこれもまずずっぱり分かれますでおそらくですけどそのホワイトカラーエクゼンプションの適用対象になれない方々は給料はもう一切上がらないです上がらないと思いますずっとそのまんまですで まあ仮にですけどじゃあそういう方々がいい会社にお勤めだったとしてもお給料は低いまんまだから有給は出ますよ。で有給でだってお金がないんだからじゃあバイトでもその時間でやりましょうかと言った時にバイトやりましょうって言ったってそれ難しいですよ。なかなか。ああバイトやってねあっちでこっちでお金稼ぎましょうっつったってねえ。 そんなに莫大なお金が稼げるようなアルバイトってそんなに世の中多くないでしょで結局のところ時間給ってのはやっぱり稼げるお金って限界がありますからあいやそれでも僕はいいんだって人はいいかもしれないけどねどん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 今お給料多分下がってきますんでねだって皆さん 思い出していただきたいんですけど僕ぐらいの年代の方覚えてらっしゃると思うんだけどあのあの方の主張されてるの話ってちょっと僕は極端だと思うんであれかなとは思うけどもでも非常に分かりやすくねいろんなことを教えてくれる方じゃないですかであの方がもう何年前20年ぐらい前年収300万円台時代がやってくるみたいな本書いたじゃないですかでベストレスセラーになりましたけどであれ出てきた時にみんなそんな話は信じなかったですよまたなんつってね <laughs> そうでしょ 僕ぐらいのの年代の人みんなわかりますよねそんな時代が来るわけねえじゃんと思ってたんですけど全然来てるじゃないですか。で全然来てるし今極端な言い方するとそれ以下の人って相当いますよ。僕らが若い時代ってまず考えられなかった。ら僕らの時代とか僕の親の世代っていうのは働けりゃんだっていいから仕事すりゃ食っちゃいけんだって言われた時代ですけど今それが成立しない人だって世の中いっぱいいるでしょ。ね、で 今後多分事務職と呼ばれる方々でもそのホワイトカラーエクセンプションとかの適用対象になれないような人たちってそっちになりますよ。僕そう思う。でやっぱり会社もね本当にある意味シビアになってきてるし昔みたいに正社員で入ったからずっといられます。いられるかもしれない。いられるかもしれないけどそれで生活が十分賄えるかって言ったら別物です。ね。 でまあ分かりやすい話で言えばやっぱり都心部にお勤めの大企業さんでそういった方のそういった職種の対象にならない方大変ですよ本当に大変だと思うそれ思いません、まあ、東京もそう大阪もそう名古屋もそう大都市圏の方多分分かりやすいと思うけど正直言って東京で年収がじゃあ仮にですね300万でも280万でもいいですけどその層になりましたと若いうちはいいですよ 若いうちはいいですけどじゃあ例えばそれで結婚しましょうっつってもかなり厳しいですよ。まあお二人で同じぐらいずつ稼げばそこそこ思われるかもしれないけどどうですか東京都で都内でね世帯収入が500万円ですって言ったら結構食べていくの厳しいですよ。食べてはいけますよ。いけますけどもまず家賃が高いしねで生活水準まあどうしたって食費も高いですよ。ね。 職業は地方行ったって変わりませんけども、ね、家賃が高い、ね、食費が高いできないですで世の中多分僕そうなってくと思うの。で何が言いたいかっていうとこれまで以上に企業はあお仕事してくださる従業員さんに対して求めるものをもっとクリアにもっとシビアに求めるようになってくると思う。 だって今なんかもういろんな会社さんが意思表明されてますけどいわゆるジョブ型雇用っていうのが広く言われるようになったじゃないですか昔の日本っていうのはいわゆるパートナーシップですよ、ね。家族的経営とかって呼ばれてましたけども入れば、ね、いろんな仕事をまんべんなくこなしてゼネラリストを育てましょうみたいなことがあったけど今そうじゃないじゃない。経理職業みたいな漠然とした国じゃなくて経理の中でも例えば IPO の経験がこれだけあるかしとうとか、ね、例えば資金調達部門で金融との接種をこういうことやったことある人とか。 割りかしピンポイントで今までの経歴経験に基づいて仕事で人を募集してるでしょうでこれからはそういうものってどんどん出てきますよでそういうものってどんどん出てくるからまあ、例えばその経理領域であればそういうピンポイントの出し方もあるしまたは昔からこれ会計事務所なんかやってますけど最低限簿記一級持ってなければ応募条件クリアになりませんとかねでこれは当然歌ってきます 1>, にで1級なのか2級なのかそれは分からないけど世間一般の感覚でやっぱり2級ぐらい持ってなければ経理職の応募要件として認めないっていう会社これから,ざらん出てくると思いますよだってさっきの話じゃないけど僕の知ってる経営者の方々の感覚で言うとねじゃあ5年も経理やってきたの何で物件っていの一つも取らないのってそっちが不思議なんですよ。あなたが経理職として仕事やってきたんでしょ だったらそれが自分の中でどれだけね、経理というもの、簿記というものの消化ができているのか、その確認を取るべきにして、当然簿記の研究くらいするでしょ。えなんで持ってないのねでそれは結局その会社の中でシステマチックに出来上がった経理業務のやり方を覚えただけであって、結局のところ会社が変わってルールが変わったらもうそれ対応できないってことじゃないのねいう風に見られちゃうと僕は思う。 ね、駆動業だけど今のの経営者の方々って相当シビアに見てる。で、これからあー特にその経理業務をはじめとするような事務方っていうのかなあー事務職の部門っていうのはもっとシビアに物事見られるようになってくると思うんです。で私ね先ほど申し上げた通りり、えー、税理法人のね傘下にあるコンサル会社で役員やってますけどうちの業務の中の一環でねあのいわゆる経理代行的な人材派遣もやってるんですよ。ね でそういうセクションもあるんですけど幸いなことにと言ったらなんですけど私どもの今会社はあそちらの経理業務代行とか人材派遣の部分は新規のお客様お断りしてます。お断りしてます。理由は簡単です。えー、あまりにも依頼が多いから。あ結局のところ、まあ、中小の方々はくどいようですけどおシビアな経営目線を持ってられる方多いです。え多いですだから あ同じ20万でも30万でもいいんですけど、ね、月間で40万なら40万45万なら45万の人件費を払うんであるならば、ね、ベーシックなな業務しかできいいいい人よりは専門性の高とところに来てもらった方がいいと、ねえー、そういう判断のもと私どものところにお仕事をくださる会社さんが今いっぱいいるでそうするとそれに応えるだけの人材がうち全部いないんで。 もう誰でも彼でも雇って行かせりゃいいって話じゃないですからあそうなってしまうともうちょっとうちのキャンプ超えてるんで申し訳ないけど今お断りしてます。でさらに言えばあこれはもう皆さん方も目にする機会もあると思うけど今大手さんなんかもそうだと思うけどいわゆる昔からの伝票処理みたいなね経理部の人たちがやってたような仕事って大体今派遣さんに変わってませんか 正規の社員でそれ回ししててるところって全体だからあの例えばこの簿記2級なんかもそうだけどちょうどこの間もご相談いただいたんだけどねあの今後 AI なんかが進展してくると経理業務とか、まあ、例えば僕がメインで担当してる税理士とかそういった仕事ってなくなるっていうふうに言われてますけどどうですかってご質問よくいただきます。でそのご質問いただいた時に僕はいつも答えます半分あってます。 半分合ってます半分合ってるけど半分間違ってます。ね、ちょっと曖昧な言いました、ね、で半分って何なんだっつったらそこのなくなるところには前提,条件がつく、ね、前提条件がついて前提条件で何ですかっつったら「普通の」っていう言い方をさせてもらいますけど普通の経理マンはもういらない、ね。普通の税理士ももういらない。ですかそれは AI で賄える。 だ要は伝統的な日々の入出金管理であったりとかあ伝票作成とか資産票作成とかその程度の話しかできない方は経理マンととしてこの後いいらなくなくると思思ます僕は思うだって別に正規社員で雇わなくったって派遣で十分賄えます優秀な派遣社員いっぱいいますから十分賄えます。で十分賄えるしこれからどん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  AI が進展してねいろんなものが機械化されてできるようになってくればわざわざ人を雇う必要はなくなる。 ね、機械の導入コストは高いかもしれないけどもえそんなのすぐ回収できますよ日々のお給料と法定福利費すなわち社会保険料で企業負担も当てればで長い目で見ればそっちの方が安くなるかもしれませんね今現実はもうそこまで来てますあーだそういう状況からすると多分いわゆる普通の経理マンったら多分いらなくなりますただ経理職が全部いらなくなるわけではありません 皆さんもよくご承知の通り欧米においては企業のナンバーワンは CEO。ね。最高経営責任者。では企業におけるナンバーツーは何ですかって言ったらこれは CFO です。最高財務責任者です。ね。普通 CFO といえば企業の中ではナンバーツーを意味する。まあもう世界的には常識です。まあ日本だと大体社長専務みたいなね。<laughs> いや役っつうか。あれで表すけども。 専務って言ったってなんだかよく分かんないけどね、えー、非常にまあそういう表現は分かりやすいでしょ、ね、最高経営責任者がいてその方の右腕となって財務的側面からバックアップを行うのが CFO なんですだ昔のお棚でいうところ大番頭ですよ、ね、で当然のことながら先ほど来申し上げたように企業ってのは営利を目的にするんだからお金に関する管理責任者ってのは当然のことなら企業で重要なポストをしめいるのは間違いない、ね、でそういった企業の中で まさにトップに立つ方々の右腕となって企業を財務的側面や資金繰りの側面から支えようというのがいわゆる経理職の方々じゃないですか。そうでしょ経理の知識なくして経営企画なんかできませんよですかあ。経営計画を立案するっつったってそれもできません。経営計画だって夢物語を言うだけだったら誰とできるんです。ラーメン屋になりたい。日本一のラーメンになりたい。夢を語るのは大事。 ただ夢を語るのは大事だけどそれを実際実現に向けて動こうとした時には絶対金の管理がいるんです。でそれを全部一人でやれるのは一人で商売やってる時だけある程度動き始めた組織においてはそれは無理なんです。でそうなってくるとやっぱり分業で専門性の高い方々がそういう資金繰りの面などでバックアップをしなきゃいけない。でそういう CFO という立場でね。ですか企業の 財務的側面から経営トップを支えるという役に就く方々っていうのは絶対必要なんですこれはもう今後もなくなりません絶対にだからそういう経営層コアな層に入っていくような方々は社内でも今後重要性は高まることがあったってなくなることなんか絶対ないでましてやそれが機械に変わることなんか絶対ない人の集まりが会社である以上人は人に相談をしたいし人は人に確認をしたいし人は人と共同して仕事をしたいんです俺は一人でやりたいんだ そういう人は独立独歩で商売やってるだけですからそもそも商売やったって従業員なんか雇わないですよ雇ったってうまくいかないですかそんな人で、そういう人はそもそも組織には属さないんですで、組織というものを作り上げて商売やろうとしたときには必ずそういう人は出てくるし人間が人間である以上機械任せなんかしません絶対できませんそれは日々よくわかるだから例えば経営者の方々自分でやってきた経験もあるし自信もある だから僕はこれで行くんだって腹八分決まってる決まってる時に最後に資金繰りの部分であったりとかあ税務的な側面で税理士に相談をするんですよでもその時に八分も決まってるんですよ最後に確認を取りたいんですこれで行けるんじゃないですか大丈夫だと思いますここの部分を補正しましょうそういうアドバイスが欲しいから高いお金を払って税理士を顧問に置いてるんじゃないですかそういうことですよ 会社の中だって同じなんですだからコアな人材になる経営者経理部門の人たち経理マンというのは絶対なくなりませんだから僕は半分合ってると言ってる、ね、普通の昔からの経理マンみたいのは多分なくなると思うだからやっぱり会社の中で存在感を発揮するためには自分が経理マンにならなきゃいけない で経理マンになるということはやっぱりね日々の業務を一生懸命するというのは当たり前だと思うけどもやっぱりそれを賄うだけの基礎的素養っていうのを自分の中で培っていくような努力っていうのは絶対必要だと僕は思うんです。ね。だからあこういう簿記検定二級なんていうのはまさに単調だと思うんですよ。別に簿記検定受けることが全てじゃないし簿記、ねえー、だけじゃない他の視野を持ったって僕はいいと思うけども何にしたってそういうコアな層に入れるようなあ人材じゃない限り。 今後はどどどどんどんどんんるっっててななくなってくると僕は思いますね、まあ、こんな悲観的なことばっかり言ってもしょうがないしもしかしたら僕とが言ってるのは全然真逆でねもっともっと世の中ハッピーになればいいと思うよ思うけど残念ながら僕は社会人になってからこの年になるまで、ね、ちょうど僕が社会人になってそうですねすぐぐらいバブルはずけましたんでねまあ正直言ってあんまりいい世の中を見てないね えー、僕らより上の世代はいい目見たと思いますよ別に非難してるわけじゃないですけどいい目見たと思いますけども僕らの年代は基本的に厳しい文面しか見てない、ね、でましてや今のね若い人たちこれから社会に出る人たちなんていうのはもっとシビアな面しか見てないちっちゃい時から景気のいい時代なんか知らないんだからほとんどの人はそうでしょ中にはもうお父さんがいいねバリバリ稼いでてうちはずっと好景気みたいな人はいるかもしれないけど 世の中大多数の人はそんな好景気なんて実感したこともない。ね、でそういう経験しか僕はないからどうしても悲観的になっちゃうのかもしれないけどでも僕はあんまり好転するようには思えない。ね。そうなってくるとやっぱりねそうなってしまった時にああじゃこうじゃ言ってももう遅いんだよね、えー。そうなる前にやっぱり手を打っとかないと。ね。 で僕はあ自分がそんなに立派な人間でもないしうまくいってるものでもないからどっちかっつったら失敗してる人間なんであんまり立派なことは言えないしあれなんだけどでもこの年になってもままだ思いますよ別にしがみつこうとは思わないけどもただやっぱりね自分の椅子が確保できるぐらいの努力ってのはしていかないといけないんじゃないかな思うんです。でそれっってやっぱり 僕もずっと長いことサラリーマンやってた経験もあるんで長いっつったらあれですけど長くはないんですけどサラリーマンやってた経験もあるからさあなかなか経営者の方の話っていうのはね、まあ、聞いてもやっぱ立場が違うからあんまりね吸っとこなかったけど今ね幸い、えー、にしてこういう立場になってそういった方々とお,お話をさせてもらうとよくわかるねよくわかる本当にみんな苦労してるだから まあ理想で言えばねより多くの人を囲ってみんなにね生活の場を安定したい安定して仕事を提供したいみんな思ってますよあの使い捨てをしてやろうなんて思ってるのはごく一部です逆に言うとねそういうのはもう根っこが腐ってんでねえー、ちょっと潰れはいいと思いますけどもおそんなのは論外ですがみんな経営者の人たちって基本的にはねまあなんていうのかな従業員さんにいい生活させてあげたいとか思ってる人ほとんどですよただやっぱそれは難しいんですよ だからあーそれが難しくて、まず組織を存続さない限りは、ああ、そんなこともできなくなっちゃうんでね。だから、そのためにはどうするかっつった時にやっぱり、えー、絞れるところは絞らなきゃいけないという判断をされたりもするわけです。で、そうなってくるとやっぱり事務職というものを考えた時に客観的にね。能力を評価してくれる資格というものはやはり。一つね。重要な武器になるんじゃないかなと。僕は思うし。 で先ほど申し上げた通り経理というものがなくなるということは100%ありえない。ですかああ絶対にない。ただただ今までのようないわゆる経理職の中の伝票作業とかそういう部分でずっと終わってしまうとそれは厳しいと思う。そういう意味でも、まあ、特に経理職を志させる方々はねまずは2級ぐらいを取って。 今難関と言われ始めてきたこの2級を僕はしっかり取ってきた私はしっかり取ってきたでその上で、ね、今僕は資格はとりあえずここまでやったけども、ね、その勉強の過程で例えばだけど予算管理とかに興味を持つことになったんで、ね、大学の公開講座を使いながら日々勉強させていただいてますとかそれだっていいじゃないですか。ねまあ、全然ありだと思いますよ。 おなかなかさすがに大学入り直すって言ったら莫大なお金がかかりますからそこまではねみんながみんなできるわけではないと思う。でみんながみんなできるわけではないと思うけども今ねいろんな大学さんが積極的にあの市民講座的なものをやってくれるじゃないですかうんと安い値段とかまたは無料とかで。で私の塾講生さんだってそういうもの使ってる人いっぱいいますよ。僕はそれだっていいと思うんですよ。 でそこで得た知識というものを仕事にフィードバックできればそれでいいわけで僕はだから必ずしも全部が全部ね2級終わったらじゃあ税理士やんなさいとか公認会計士やんなさいなんて言うつもりは全くないただやっぱり経理職というものを目指されるんであるならばそこはやっぱりね一定の最低ラインとしての2級ぐらいをまず取ってその上でプラスアルファね自分の興味のある分野をそういう形で勉強していくっていうのも僕はありじゃないかというふうに思うんです ね、でこれ間違いなく簿記2級というのは今現在においても採用担当者から見た場合また企業経営者から見た場合経理業務に関する素養という部分では大きなアピール材料になることは間違いないです。やっっぱり3級でではちょっと弱いですだからそういう意味ではまずここをね取ることによって、えー、その先どうするかっていうところも出てきたりするんじゃないかなと僕は思います。 ね、まあですから武器2級ってね、えー、なかなか本当に最近は合格率が厳しいところがありますちょうどこのガイダンスを取らせていただいてる前の週ですねまあびっくりしちいましてはあの東京商工会議所だけですけどお東京商工会議所だけでね2021年の2月に行われる試験の合格率は9.1%でした10%割ってます非常に難しいでそういう時もある ただまあ一般的には20%やっぱり超えるんで、えー、しっかり努力をすればちゃんと形に残せるものだと思いますけども、まあ、それだけ厳しい状況になってきてしまってるものではありますけどもやはり評価という部分ではそれなりの効果があるものですから、ね、僕は頑張っていただくだけの価値があると思うし一つねやっぱり簿記2級と募金っててていうのののはだんだんだん,だんステップアッププアしていくとと世の中の仕組みが多少なりとも見えてきます実際簿記のシステムに基づいて会社は動き世の中は動いてる側面もあるから。 でしょだって皆さん方に、えー、特に大手の会社にお勤めの方はお別かりだと思うんですけど有給消化うるさいでしょでそれって別に去年おととし始まった話じゃないでしょ大手さんは。ねえもう5年も前から言ってるでしょでそれは当然のことながらそういう法規法令が施行されたからってのはありますよ。ありますけど大手さんってその前からずっとやってたでしょ何だか知ってますあれね一つ大きなな要因になったのが 皆さん言葉知ってるかな国際財務報告基準 i f r s とか i f r s って呼びますけどね IFRS いわゆる国際会計基準と呼ばれるものですで国際会計基準と呼ばれるものがあってまあこれね全世界的に多国間で経営活動を行う会社が共通ルールに基づいて PL ベースを作りましょうそのルールが i f r s i f r s だったりするんですねでこの i f r s は伝統的に未償化の有給は 企業の背負ってていいる負債としし計上ななきゃいけないんですすよあります従業員に差し上げた有給あるでしょ何日付与ってあるじゃないですかあれ使わせないとね履行義務として負債で計上させなきゃいけないの貸借対照書かなきゃいけないんですい v すってだから有給消化の義務付けとか強化される以前に大手さんはずっと有給消化しろ消化しろってずっと言ってたんですよなんでかっつったら負債で載さなきゃいけなくなる可能性があるからです,あります 対,策対象の見てくくれが悪くなっちゃうわけですよだからですか有給消化をやれ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 ってうーんとね大手さんが言い続けてきたのはそれなんですもともとの動機って一つ大きな要素はそこなの。でこういうふうにね会計制度が変わったりすると企業のの経営あり方自体も大大ききくく影影響響受受けけるんです大きく影響を受けますまそういうものっていっぱいある。でそういうものっていうのを模擬二級の学習範囲でも多少なりでも見ていただくことはできてくる。 でそういうものが見えてくるとまた世の中の見方変わってくる。ね、でそういうところもあるから是非前向きにね簿記、えー、の勉強っていうのは捉えていただきたいなと思うし、まあ、僕はあの本業っていうのはメインがあの税理士の講師なんで、えー、税理士なんかはちょっと興味ないなという人もいらっしゃるかもしれないけどねまあできればそういったところまでね。 目指ししていいただけると嬉しいな,と思いますなんかよもやま話みたいになっちゃったけどね大体いいね僕あのお題がないんですよ <laughs> 僕のガイダンスってあの大体こんなことを話してくれって言ってフリートークみたいな話になっちゃうんで、えー、あれなんですがただねまあ今先ほど申し上げた通り日照の物件って本当に2級難しくなってます。で、ね、難しくなってるんですがまあ その中でも皆さんにやっぱりね確実に合格を手にしていただけるように私どもも私どもなりにねめました、まあ日照の物件って細かいことはいろいろ調べていただくと分かるんですけど今現在試験制度はネットでの CBT 方式、ね、これまあ決まった試験会場に決まった時間に行ってねパソコン使って問題解くんですよ。でこれとあとあ伝統的な紙ベースの試験 で紙ベースの試験は6月11月2月の年3回ですけどねこの2つの受験形態がありますでネット試験はもう教室っていうかパソコンだけ空いてれば毎日でも受けられるってた話でいつでもフレキシブルに受験できるようになってるから自分の都合に合わせて受験ができるようになったりもしたんでそういう部分では有効だと思うんですでこのネット試験があ本格的始まったのは今年からです2021年からなんで、えー、この2021年から動き始めてネット試験 フレキシブルに受験ができるっていうこちらに合わせてね私ども多少なりともシステムを変えてみようということで、えー、今までは一回お申し込みいただくとじゃあここの検定試験までね今まで就合試験しかなかったから決まった2時に決まった場所で試験を受けていただく紙ベースの試験しかなかったからあお申し込みいただくとじゃあここの検定試験までが調校期間ですよっていう形で区切らせていただいてたんだけど、まあ、今申し上げた通りネット試験が動いていつでも随時に試験を受けられるようになったから。 ね、そうなっちゃうと検定試験今までの決まった試験で区切るのも何な,なんでシステムを私どもを変えさせていただいてねお申し込みいただいてから180日間は追加の料金等なしで講座を受けていただくことができます。でそうするとそういう難関の試験でもあるんでまず1回ベースの授業を受けて試験を受けたとでも残念な結果になっちゃったその時にもう1回ベースの授業を受け直すこれも OK です。OK、ではあるけどもせっかくね 1>, 1回勉強して土台できたのにもう1回同じことを聞いても少し間延びしてしまうと思うので2回目以降の受験者1回残念な経験になってしまった2回目以降の方々に向けてポイントを要約しながら実践的な問題演習の知識なんかを上乗せしたもう一本のクラスっていうのも作ろうということでこれも追加の料金なしにいただけますだから今私どもの2級の講座をお申し込みいただくと。 ベースとなってくる兆候、ね、ベースとなってくる講座がまずあるこれしっかり編っていうんですでしっかり編っていう講座があってそのあとにですか応用的な講座としてのざっくり版っていうのを作ってますこれポイントを要約しながら問題演習なんかを増やした講座ですちなみにだから今日階段を下げてやれって言われたんですけどねだから1回しっかり版でまず土台を作るのねでそれでもし試験を受けて残念な結果になっちゃった場合には次のクールはね もう一回試験受ける前にざっくり版を使って応用的論点の確認をするとか応用知識を身につけるとかまあそれでじゃあ2回目チャレンジしましょうとかっていうのもできるようにしてあります。でこういう使い方も OK だしまたは1回しっかり版で基礎を作って試験受ける前にざっくり版までやっちゃってじゃあ1回試験受けてこようとそれでも OK も。いずれにしても1 8十日間は設定されている2本の講座もう自分の好きなように受けていただきたい。 で、どんどん皆さん方に追加の料金なしでそれを受けていただいて、まあ、バックアップをしていきましょうと。で、確実にその180日間の以内でね、目指していただいて2級の合格を手にしていただこうということで、システムを作らせていただいております。まあ、そういった形でも、ちょっとうちの方でも制度変更をさせていただいたりしておりますんでね。まあ、その他細かい話もあるとは思うんだけども、何か疑問点があればね、えー、各地の本校等にご相談いただければ、相談員の方で対応させていただくことも可能ですし、 またはカスタマーセンターとお電話メールいただければですね、そちらでも対応させていただくことは可能ですから、まあ疑問点とかあ、確認したいこと柄とか、まあそういったところがあればですね、ご遠慮なさらずに、どんどんご相談いただければと思います。ね、ちょっとよもやまバランス的になっちゃったりだけどね、えー、まあぜひね、皆さん方が簿記をやってみようと思われた判断っていうのかな、簿記を選ばれた選択肢っていうのかな、これは全然間違ってないですよ。極めて妥当。 なご判断だと僕は思いますで将来性も十分あるものだと僕は思いますよまあ、繰り返ししますけど人が人である以上会社が会社であり営利を目的とする組織である以上会計というものの必要性が乏しくなることが絶対ないですから、したがってまあ前向きにね模擬2級というものをご検討いただけるとありがたいと いう風に思いますはいということでございましてぼちぼち1時間ですからね、えー、以上をもちまして本日のガイダンス講義は終了とさせていただこうと思いますはい長いことお付き合いいただきましてねありがとうございましたまあ皆さん方次は授業でね、えー、ご一緒できればと思いますんでぜひ前向きにご検討くださいはい本日はお付き合いいただきまして誠にありがとうございました